皆さんこんにちは。今回は敏感肌向け化粧水6選を徹底比較していきます。今回は肌への優しさ、保湿成分の充実度、保湿力、使用感、4つの観点から検証を行いました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位はレシピオモイストローション R。 コーセーと松本清志&ココカラカンパニーが共同開発したブランドで、敏感肌向きと歌っている化粧水、ジェルのように厚みがあるテクスチャーが特徴で、しっとりさが強く残る使用感です。水溶性の保湿成分だけではなく、オイル成分も配合しており、肌への浸透性に優れているのは美点。一方で塗布2時間後の水分量はプラス 41% と、一度使用しただけでは水分量はそれほど増加しませんでした。敏感肌の刺激になりうる成分がほとんどなく、デリケートな肌でも使いやすい処方といえます。5位は雪肌精クリアウェルネスピュアコンク SS。 潤いバリアを補って肌荒れや乾燥から守ると謳っている化粧水。カラッとしたテクスチャーで肌なじみは良好ですが、しっとりさはあまり感じられず、パウダリーな香りが強い点が気になりました。保湿成分として BG、グリセレス26、グリセリンなどを配合。一方、複数の植物エキスを配合するため、敏感肌向きのシンプルな構成とは言い難いでしょう。保湿力の検証では、塗布2時間後の水分量はプラス 78% と高評価を獲得し、一定の保湿効果が期待できます。4位は、オサジーセンシティブスキンローション。肌に必要な成分だけを配合した保湿重視と謳う化粧水。サラッとしたテクスチャーでベタつきは残りませんが、つけた後の肌がすぐ乾いてしまって満足感に欠けると、濃密な使用感を求める人には少し物足りない印象でした。謳い文句通りシンプルな成分構成で、ベーシックな7つの成分のみを配合。デリケートな肌に考慮した成分構成なので、肌が弱っている時でも使いやすいのは大きなメリットといえます。保湿力の検証では塗布2時間後まで水分量が 69% 増加した状態を維持できたため、潤いケア化粧水としては十分な保湿力があると言えます。3位はファンケル乾燥敏感肌ケア化粧液。潤いを十分に与え、乾燥から肌を守ると謳う弱酸性の保湿化粧液。ややとろみのあるテクスチャーで肌なじみが早く、肌がもっちりする感触は好印象です。しかし容器が中指ほどの小さいサイズで、でもなかなか中身が出ず、使いにくいところがマイナス点でした。成分構成はシンプルで、敏感な肌でも使いやすいのは大きなメリットといえます。保湿成分としてジグリセリンやマルチトールなどの高保湿成分を配合し、実際の保湿力の検証でも高い数値を示しました。乾燥しやすい敏感肌へたっぷりの潤いをチャージできる化粧水と言えるでしょう。2位はディープログラムモイストケアローション MB。美肌菌に着目したかさつきが気になる乾燥肌のための保湿薬用化粧水。かなりとろみがあるテクスチャーで、もっちりした肌に整う反面、肌がベタベタした表面に膜が張った感じがするという意見もあり、好みが分かれました。成分構成と保湿力はトップレベルの評価に。肌荒れを防ぐ有効成分としてトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムを配合しており、揺らぎやすい敏感肌を整える効果が期待できます。保湿力の検証では塗布2時間後まで水分量が 104% 増加した状態をキープでき、乾燥ケアにもってこいと言えるでしょう。テカリやすい脂性肌にはやや不向きですが、肌表面のかさつきをケアしたい人にはぴったりの商品です。1位はノブ3フェイスローション EX。 肌荒れや乾燥しがちな肌にたっぷりと潤いを与えると謳う薬用化粧水です。ジェルのように厚みのあるテクスチャーで肌への馴染みはゆっくり、乾燥しやすい肌でも満足できるようなリッチな使用感は魅力ですが、かなり重い使用感でベタつきが気になる点が、さっぱりした化粧水を好む人には向いていないでしょう。保湿力はトップレベルで、塗布2時間後まで水分量が 104% も増加した状態をキープ。保湿成分としてノーグリセリンやセラミドを配合し、肌への優しさも申し分ありません。また有効成分としてグリチルリチン酸 2K を配合しているので、乾燥による肌荒れを予防する効果に優れた化粧水といえます。概要欄から購入リンクやマイベストの記事も見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。